スパルディングチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。チームスパルディング MC のルリです。今回はスポルディングパーティー第3弾ということでファイナルになります。そしてなんと見つけてしまいました。やばい人たちを見つけちゃいました。レッツゴー。さあ今日はフリースタイルバスケットボール、このマングルボールを生かした細かいドリブル、これが頭の真骨頂、ドリブルのフリースタイルバトルで日本一を2回取ってる男。さあ、いい音が流れすぎて俺のマイク電源切っちゃった。カズってやつが今日本で一番いろいろすごいことをされてたんですけど、びっくりしたんですよ。あれは何ですか？あれはフリースタイルバスケットボールって言って、まあ、本当にバスケットボール使っても遊ぶ、もう自由に何でもやっていいみたいな。今音楽かけてやったの。なるほど、フリースタイルバスケットボール、そのまんまフリーなスタイルのバスケットボールですね。あ、いい、そう、本当にですね。フリーなスタイル、いろんなスタイルがありましたよね。なんかこう、ボール2個使ったり、回したり、ドリブルしたり、あれもフリースタイル。そう、フリースタイル、なんか、私、実はボール回しがちょっとできるんですよ。あ、バスケット、バスケット、バスケット部だ。おー、でも、さっき、なんか、あれ、順の技じゃない？そうですね、任せてください。さっき順の技やってましたけど、行きます。この雪だるまみたいな、数が得意なやつじゃない？何したら？何をしたら？どんな風にしたら上手に？例えば私もちょっと興味が湧いたんですけど、なんか練習。じゃあ一緒にやってみますか？練習。めっちゃ楽しいんだから。バスケやってたからこれできたからちょっとできるみたいな。本当ですか？ちょっとじゃあ、ね、一緒にぜひやってみましょう。やらせてください。皆さん、私の頑張りいかがでしたか？フリースタイルバスケットボールはその名の通り自由なパフォーマンスです。自分の好きなスタイル見つけてかっこいいと思う人を見つけたりしてもいいし、ボールがあればどこでも誰でも楽しめます。今回興味を持った人はぜひ挑戦してみてください。フリースタイラーの皆さん、視聴者の皆さん、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。